よ。ふざけちゃったね、こんなにね、いろいろあったね、きっかけはね、これなんか実はできているのではという噂もあるみたいですが、実際はどうなって、これやめて、これ広めるのそう、本当にね、こういう事実は一切ないですから、これ本当にいろんな人に言われるのね、しかもね、意図的に広めてる先輩いるんだよね、最近ね誰言えないか、言えるよ、言えるけど、君の事務所の先輩だよ。あー、ちょ、やめてそれ、ちょ、やめて、今もう思い当たった、あれだよ、とても素敵なお前の事務所の先輩だよ、今2択ぐらいまで絞れてると思うけど、いやもう1択だよ、あ、マジで、立つさんだよ、行っちまった最近ね、やけに広めようとしてるんだよマジでね、この間お前ちに飲んだしね、よかったよねいや、あれね、内容はちょっと言えないんだけどね、ちょっとね、すごいことになりすぎて言えないんだけど、いやー、そうだったそうだった、そう、なんかね、引っ越し祝いみたい的な感じで信長が日本酒持ってきてくるでしょ。ああ、持ってきた持ってきた、あれがね、悲劇をね、んだね、んだ悲劇の夜だったね大変だって楽しかったけどね、まあ、あれだよ、やっぱ話がな、止まらないな。そろそろじゃあ本編に行けっていうことで、じゃあ義継、今日はよろしく。オッケー、火曜日また会おうポむす。